健康情報番組なんで健康のことをいろいろ聞くからさ。はいはい、部活やってる？部活やってます。オッケーオッケー、いいね。よし、はい、真面目にいきますよ。ふざけないように、はい、ふざけつけますか？んこれってつけた？つけてもいいよ、つけた方がいいんじゃないか。雰囲気が出るよ。おー、すごい。おー、すげー。おリンクじゃなくて。よー、よー。最初おじさんが喋って、その後 CM かなんか行って、で自己紹介してもらうから、はいはい、全部振るからさ。わかりました。誰からやる？自己紹介。班長から。班長、はい、班長、あの、花。オッケー、はい、わかった。中学校1年生の。さあ時刻は、午後2時を回りました。この時間は健康情報番組生き生きライフをお届けします。この番組は宜野湾市民の皆様、そしてリスナーの皆様が心も体も健康で元気な生活が送れるよう、様々なですねゲストさん、あるいは、そういった健康情報、生き生きと過ごせるような暮らしの情報をお届けする、番組でございます。お相手は FM 宜野湾の山内です。皆様、今週も最後までお付き合いください。さあ、ですね、僕は先週木曜日から、日曜日ぐらいまで、ですね、内地に行って東京に行ってきたんですけども、その間やはりねあそこでは歩きますね。ちなみに昨日がですね2877歩、少ないですね。3000歩行ってないっていうこの感じ、低たらくでございます。ヤシが、その内地に行ってた間ですが、日曜日が15900歩、約16000ですね。そして、土曜日が20000行ってます。金曜日も13000、そして木曜日も20000ということで、やはり歩いてですね、で食生活も見直すと、僕ねベルトがやっぱりちょっと緩くなってましたね。ベルトが緩く、ズボンが緩く、はい、やっぱねこの歩くというのは非常に大事だなと思います。皆さんどうでしょうか。ちなみに iPhone のですね、もし iPhone とか持っていたら、 iPhone にそのまま入っているヘルスケアっていうハートマークのアプリがあるんですけど、
それで、歩数が簡単に出ます。ちなみに今日が1610歩。あーダメだね。さあそんな感じでね、やはり年取っても健康に生き生きと過ごせるように皆さんこのあたりも意識したら、いいのかなと思います。さあこの番組では、健康や福祉に関する疑問質問ご意見などをメッセージ募集しております。メールアドレスが797@fmginoan.com 797@fmginoan.com。 また FM ギノワンでは YouTube ライブはツイキャスサイマル放送で、ネット配信も行っております。皆様ぜひ、ご視聴しやすい環境で、参加していただければと思います。さあ、早速コメント来てますね。シプレームさんこんにちは。あら、かわいいゲストさんだということで。そうなんです。今日はですね、スペシャルゲストに来ていただいておりますよ。東京はドアトゥードアの車ではなく、電車メインなので歩きますよね。ということで。そうなんですよ。駅から駅までも長いし、また駅からホテルまでもね、長いので、やっぱりいつもよりも、この歩きますね。おお、会長が。会長も今職場見学いらしております。関係あもう会長じゃないね、観光協会の、事務局長の高橋さんがですね来てくれてますよ。はい、さあですね、 CM の後素敵な可愛らしいゲストさんにですねいろいろとお話を伺っていきます。皆様、最後まで2時半まで生放送でお送りしていきますので最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。あれもかかず中、はい、ちょっと見られかけよう。なんでヒガリュウいるの？いっぱいいる。全員いるところ。いっぱいいるんじゃん。観光協会だから省エネとかサッカー部しかいない。いや、スタッフいたよ。好きな子いる？あんのかい？あ、いないですよ、いない。はい、もう彼女がいることが数名いるんだよね。彼女がもういるわけ。もういますよ、普通にいますよ。早いな。リア充、リア充。君たちは彼氏はいないの？いないですね。あれいないから。いる。あれ。早いな。ですよね。なんか超いっぱい恥ずかしい。恥ずかしい。さあ、お送りしている番組はですね、いきいきライフという番組でございます。この番組は宜野湾市民の皆様そしてリスナーの皆様が心も体も生き生きと暮らせるようなそういった情報をお伝えしていく番組でございますが、今日はですね、なんと可愛らしいゲストさんに来ていただいております。さあそれでは、班長から自己紹介お願いします。かかず中学校1年生の中曽根莉子です。はい、莉子ちゃん。そしてかかず中学校から来ました玉木花です。玉木花ちゃん、はい、そしてかかず中学校から来ました伊波小春です。なんて伊波小春です。伊波小春ちゃん、はい、よろしくお願いします。3人とも、中学1年生。はい、とですね、今日は FM 宜野湾で、職場体験、はいはいはい、そうです、やるということで、その職場体験ですけども今日からだっけ。あ、はい、今日からです。そっか、結構馴染んでるね。はい、3人ね、非常に可愛らしくしっかりしてるなって来てますが、本当ね、しっかりしてるんですよね。うち来たら CM とかあるいはジングルとかね作ってもらうんですけど、もうね、自分なんかで考えてちゃんと役割分担もして、はい、結構いいの作れたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ一人ずつね、なぜこの FM 宜野湾に職場体験に来たのか聞いていきたいんだけど、班長からいくか。はい、はい、じゃあ班長お願いします。はい、私はもともとアニメとかが好きで、そういう
制作に携わりたいと思ってるんですけど、いいですね、はいはい、そういう通信系のものに行きたいなって思ったら、うん、あ、FM 宜野湾があるって思ってこっちに来ました。いいですね。うちね、声優さんみたいな人もいますよ。そうですか、うん、すごい声ね、いろんな声出せる人もいますので、ぜひね、いろいろと見てもらえたらなと思います。そして、はい、どうする、私は前、うん、ラジオに出たことがあって、おで、またラジオに出てみたいなと思って、で、FM 宜野湾があったので、うん、そこに体験したいなと思ってきました。お、いつ出たんですか、ラジオは。あの、6年の後半ぐらいに友達と一緒に出ました、うん、どこで。あの宜野湾シティのラジオの方で出ました。あー、あと1個の方に、はい、どうでしたか、その時は。緊張した。とっても緊張しました。とっても緊張しましたか。はい2回目の今日はどうですか。今日はちょっと、うん、前よりか緊張はちょっとないんですけど、うん、ちょっとまた緊張そうですよね、ラジオ緊張するよね、最初はね、はい、さあ、お名前なんだっけ、小春ちゃん、はい、はいはい、ですね、私はもともとね、喋るのがとても大好きで、うん、おうおうおう、で、たまになんか独り言とかよく喋るんで、独り言もいいよ、独り言とかもよく喋っちゃうんで。大丈夫ですか。大丈夫ですよ、うん、で、喋るのが好きなので、はいはいはい、こういうところで喋るの経験もいいかなと思って。なるほど、ここにしました。はい、いいと思います。うちのラジオはね、あれなんですよ、おしゃべりを鍛えるためにやってる人もいるので。そうなんですか。そうそうそう、やっぱね、本当にいろいろとね、こっちで体験してですね、まあ皆さんのね、スキルかなんかいろいろ活かしていただければなと思うんですが、シュプレームさん来てますよ、リスナーさんね。好きこそものの得意なりという言葉があるけど、好きを突き詰めて進んでくださいと。ありがとうございます。はい、まあね、そんな3人お送りしていますが、今部活に入っているということですが、はい、それぞれ一緒？あ、違うんですよね。こっちの2人が一緒で。はい、じゃあ名前と部活の部を紹介しましょうか。はい、じゃあ私から。はいはい。中曽根理子、バレー部です。あ、バレー部なんだ。はい。アニメ好きだけど、まあ、バレー部です。体も動かす。はい。おお、バレー部いいですね。そして、玉木花です。吹奏楽部です。花ちゃん吹奏楽部。はい。小春ちゃんも。私も吹奏楽部です。吹奏楽部、ちなみにどんな楽器をしてますか。私はトロンボーンをやっています。おお、どんな楽器、トロンボーンって。スライドが長い、こういう系の。ああ、はい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 、はい、やってます。すごいね。自分はすごいマイナーなんですけど、チューバという楽器をやってます。チューバ、名前だけは聞いたことありますよすごい大きくて重いんですけど、頑張ってますよ。どんな感じで弾くんですか。座って、うん、その上に台に乗っけて、自分のマッピの合わせてから吹きますね。どんな形かね。台に乗っけるの。あ、台に乗っけます。こんな感じ。なんかこう横にこんな、あ、なんかくるくる巻いてるカタツムリみたいな。あ、それはそれじゃないそれじゃない、はい、それをベルを上にして、その音が出るところを上にして伸ばした感じのやつをやってます、うん。電話ノッキー版みたいな、昔の。わかんないか。わかりました。まあね、チューバ。チューバですね。チューバということで、3人ともね、部活をしてますけども、毎日練習があるの？ほぼ毎日ですね。ほぼ毎日。ちなみにバレー部の、班長さん、名前なんだっけ？中曽根理子です。理子さんは何ですか？ポジション。私今年入ったばっかりで、そういうポジションはないんですけど、うん、アタッカーのレフト希望です。あ、なるほど。これはなぜアタッカーがいいんですか。やはり打つって点決めるってかっこいいじゃないですか。かっこいいですよね、はい、花形だからね、はい、うん、だからいいなって思って。いいなと思って。なるほど、いいですね。まあね、3人とも健康情報番組に出て何を喋ればって思ってはいると思うんですけど十分健康だもんねありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、寝るのは何時に寝てますか。11時とかですかね。やば、10時とか11時とかですね。早いな。え、何時なの
10時半です。早いな。だいたい10時くらいには寝ます。あ、そうなんだ。で、朝は何時に起きてるんですか？6時とかですかね。もう非常にね、健康的な生活ですね。やっぱそういう健康してて体も動かしている。あ、はいね、はい、吹奏楽も結構体鍛えないと厳しいでしょ。吹奏楽はマーチングが、マーチングというものをやっていて、おうおうおう、でそれでもう何回それを結構かなりの体力とかを使うので、ね、ちょっときついですね。走ったりもするの？あ、走ります走ります。テンポに合わせて走ったりします。じゃあ普段マラソンとかもやる？普段マラソンは、マラソンっていうかほらブーで、あ、ブーとかで走り込みっていうの、あ、10分ぐらいいつもやってます。走ってんだ、はい、あ、すげえな。バレー部は、はい、どんな練習がありますか？まあ、私はまあやっぱり走ったりジャンプしたりが、ジャンプもする、ジャンプですけど、なんかもう走ってジャンプしてを永遠に永遠に。そうなんだ、やっぱ基礎体力を今つけてるのかね。はい、はあ、なるほど。ちなみにかかず中はバレー強いですか？あ、最近強くなってると思いますけど。あ、そうなんだ。県大会も、あの最近新人戦があったんですけど、うんうん、でも西原中というなんかとても強いところに負けてしまって、うんうんうん、でもその西原中はその新人戦で優勝してという、まあ、へー、まあ、なんか強いのか弱いのかよくわからないですけど。強いんじゃないの？じゃあすごいね。そんな感じ、バレー部は。吹奏楽はどうですか？吹奏楽はコンクールみたいなのもあるでしょ。あ、コンクールとかも出てますね。優勝、あ、今年金賞をいただきました。すごいじゃん。マーチングの大会、うん、イン沖縄、マーチングイン沖縄という大会があるんですけど、うんうんうん、そこでも金賞をいただいて、うん、すごいね。全体で金賞ってこと？金賞ですね、はい、おー、すごいですね。ちなみにお二人は出ましたか？あ、自分が出ました。よし、やるね。出てないですね。出てない。そっか、まあしょうがないよね。はい、はい、こればっかりよね。さあ、大塚健二さんという方から来てます。こんにちは、ツイキャスで東京から見ていますよ。こちらは晴れ、21度ということで。寒いですね。はい、皆さんね、ぜひ、参加していただければありがたいですね。さあ、かかず中学校の3人今日はお迎えしていますが、そのお、シュプレームさんから、今時の大人より言葉遣いが綺麗で驚きました。ありがとうございます。はい、吹奏楽部の2人は楽器はどんなやって決まるの？あ、私は一応、うん、最初は本当はホルンだったんですけど、ホルン、友達と体験の時に一緒に友達がトロンボーンやってたんで、うん、トロンボーンに行ってたらもう決定してました。決定した。はい、あ、ちょっとやってみようかなと思う段階でもう決定しちゃった。はい、なるほど。小春ちゃんは？自分は小学校の時からこの同じ楽器をずっとやってるんですけど。おお、このあれ、もともとチューバです。おお、もともとこの彼女と同じ楽器をやってたんですね。ホルン、なん、あ、ちゅ、あのトロンボーンの方をもともとやってたんですけど、うん、あのチューバの人数がもうすごいマイナーな楽器なので人数がすごい少なくて、あ、なるほど。先生から大きな楽器に興味がないって言われて、うん、あ、なんかかっこいいなと思ってやりますって言ったのがチューバでした。なるほど。で、人がいないとまたね、レギュラーにもなりやすいですもんね。すごいなりやすいです。すごいなりやすいか。なってたからね。なるほど。トロンボーンは人がじゃあいっぱいいるの？競争率は激しい？あ、だけどそんないませんでしたね。そんないませんでしたか。はい、なるほど。それではバレエの方にも聞いていきたいんだけど、はい、今レギュラーじゃないっていうことなんだけど、その、はい、まあ、レギュラーにはなりたいではありますよね。はい、めっちゃ寝てです。そのなるために普段努力していることなんですか？あ、最近あの筋トレを始めまして、おう、もうここ1週間頑張ってるんですけど、うん、筋トレはどんなことしてますか？まあ、腕立て伏せとか、うん、まあ、ジャンプとかをして、まあ、背筋とかずっとやってます。背筋もやってる？はい。それは具体的に何回何セットとかってやってんの？だいたい1回連続で20
回をかける3とか、まあ、気分によるんですけど。おお、すごいね。そういった、やっぱね、努力が、報われていくと思いますが、じゃあちなみにお二人がその普段努力していることありますか？そういった部活のために。あ、やっぱ自分があって、うん、でチューバってすごい大きいね、重たい楽器で、うん、やっぱり自分とかもともとずっと運動してこなかったので、ほうほうほう、筋力とかがもうすごくなくて。ないんだ。でその先輩方とかからの筋力をつけた方がいいと言われてて、うん、自分でたまになんですけどちゃんとなんか腹筋とか背筋とかをやったりします。なるほど。あ、私は、うん、ちょっとトロンボーンセットした時にちょっと肩がちょっと肩と骨がちょっと、うん、痛くなるんでちょっとそこを我慢したり我慢したり大変だな。はい、やってます。なるほど。はい、まあね、皆さんね、体もまだちっちゃいですからね大きい楽器はなかなか難しいと思うけど、そのままね頑張っていただければと思いますが。ありがとうございます。はい、じゃあですね、皆さんこんな大人になりたいっていう感じありますか？まあ夢と違ってね、こんな感じの人になりたいよっていう。ゆくゆく班長。私なんかそういう代表するのが好きなんですけども、班長としてなるほどリーダーとかになるのが好きなんだ、はい、そうなんです、うんうんうん、だからもうなんかビシッと言えるなんかすごい強い大人になりたいです。なんかはいはいはい強い大人になりたい。なるほど、いいですね。じゃあ、はい、どうぞ。私は、うん、ちょっと性格がちょっといい感じのはい、いい感じになりたいなみたいな。悩みを伝えていきたいと、はい、優しい人になりたいんですかね。はい、なりたいですね。なるほど、はい、それはまたなぜちょっと、うん、性格とかがね、うん、悪かった、ちょっと友達もできないからちょっと友達もいないのに、うん、もうそんなやばかったらもうどんどん友達がいなくなったりするから、うんうんうん、なるほど、まあ、ね、なっていきたいなって思ってます、うん、なるほど、いいですねそれでは小原さん。私はなんかやっぱり人望がある大人になりたいです。おお、人望が、ほうほうほう、なんかもうみんなから慕われるような、うん、なんかみんなから信頼ができるようなことができるような、うん、できるようなしか言ってないですけどそんな感じの大人になりたいですね。なるほど、それはまたなぜ。自分がもともと人望がない方なので。ない方なんですか？ない方なんですよ。ありそうだけどね。いいんですよね、それが。ないんだ、残念だな。なんで、うん、自分のそういう人から認められるようなことがね、いつかできるように頑張っていきたいなと思ってます。なるほど、素晴らしいですね。シュプレームさん来てますよ。試合に出るだけが選手でなく、コートの外からの応援もチームにとって力になるからね、ということで。そうなんですか？あ、そうですねまあ自分で読むもなんですけども、はい、声はめっちゃでかくゴーって言ってる方なんで、ほうほうほう、まあいつかはコート内で頑張りたいけれども外でも頑張りたいような、うん、なるほど、いいですね。それではですね、皆さんちょっと夢を聞いていきたいなと思って。なかなか言わないでしょ、夢って。あ、言わないですよね。もうちゃんと聞きたい、はい、対外用のじゃなくてちゃんと教えてくださいね。本当のですか？本当の夢、本当の夢なんかあるんですかねじゃあどうせアンチョ書いて、はい、まあ、さっきも言った通りアニメ制作の中でやっぱ、うん、その監督とかになりたいと思っています、うん、監督になりたい、はい、ちなみにどんなアニメを作りたいですか？最近はなんかバトル系のアニメが多いんです。ほう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 、なんかそういうなんか動きとかジュジューンってなる感じ、なんか逆に難しい方を攻めていきたいです。進撃の巨人みたいな。あ、そうです、なんか、うん、ややこしいものが好きなんです私。あれだってさ、漫画で見ても分からんのにアニメだと分かるもんね動きとかね、すごいよね。まあそういった、アニメの監督になりたい、はい、ということですね。素晴らしい、いいですね。じゃあはい、はい、ちょっと
とリーコーみたいにそんな大きい夢は今のところないんですけど、はいはいはい、一応高校と大学合格ぐらいです。おお、現実的でいい方。あ、そうなんだ。将来別にそういうなんていうの、確たる今あれはないんだ。今のところはちょっとないんで、うん、一応大学と高校は受かって行きたいと思っています。ちなみに大学高校はですね、はい、どこに行きたいとかありますか？あ、一応高校は普天間の徳進ぐらい、うん、おーすごいね、思ってて、あ、県だ大学はちょっと県外のところを目指そうと思ってます。そうだね、やっぱ一回は県外出たいよね。はい、出たいですはい、いいですね。それでは、あ、私はやっぱり、うん、あの元最近この話を小学校の時代の時の先生にと喋ってたんですけど、その時の先生がずっと私に学校の先生が似合ってるよと言ってくれて、なるほど。で、自分社会がすごい得意なので、おお、得意、社会専科とかになりたいなと。社会専科、専科、専門の先生、先生になりたいですね。おお、社会が得意ってなかなか珍しいね。珍しいですかね。うん、社会何が得意ですか、社会の中でも。歴史ですね歴史とか公民とかが好きです。歴史好きなんだ。あ、好きです、好きです。あ、いいね。さあ、あ、じゃあさ、歴史の中でどこが好きとかある？誰が好きとか。歴史の中でですね、うん、自分はあのすごい細かい時代とかでは、うん、江戸の後半から大正ぐらいまでが大好きです。渋いな。なぜそこが好きなの？やっぱり、うん、その戦国時代みたいになんか男の子とかそういうのが好きだと思うんですけど、うんうんうん、自分はそういうなんかあまりこういうごちゃごちゃした争いみたいな歴史があまり好きではなくて、うんうん、平和な時代でどのように今の文化とかがこっちに来たのかなっていうのをちょっと調べるのが好きで、そういうのがすごい時代が好きです。すごいなはい、ありがとうございます。さあ、シュプレームさんのコメントを読んでですね、ちょっと番組を締めたいんですが、勉強や部活だけでなく恋をしたり広く社会を見聞して善悪を正しく判断できる人になってください。あなたたち青少年は日本にとって宝ですから、ということです。ありがとうございます。どうですかこう聞いて。まあ、なんか未来を背負うものとしてまあせいぜい、まあ、正しく、うん、もう生きて、まあ、未来をなんかどういう風にしていきたいのかと、ね、自分の意思を持って、うん、まあ、将来進んでいきたいなと思います。素晴らしい、いいアニメ作ってくださいね、はいはい、そしてお二人も、吹奏楽でね、いろいろと、はい、活躍できる日をおじさんたちは新聞を見ながら待ってますありがとうございます。ぜひ新聞に取り上げられるぐらいに。乗るから、ね、頑張ります、ね、また優勝したらでも乗るよね。乗ると思います、ね、はい、はい、じゃあ期待しております。本当にいろんな経験してくださいね。さあ、お送りしてきましたいきいきライフです。今日はですね、中学生からちょっと若いエキスを吸い取っていきいきとしたいと思います変な締めだな、それでは皆さんまた来週、せーのでさよならね、はい、せーのさよならはい、ありがとう。これじゃあ一回止めて、はい、もう一回あれを黄色いとこ押してもらって、あ、さよならして皆さんに。さよなら、ありがとうございました。